広島37イニングぶりの得点。1点きた、はあ、得点だ、はあ、マジでの回らんかったらまだ1勝もできてなかったかもしれない。よっしゃー、はあ、勝った、はあ、買い勝ち、もう試合終わろうぜ。37イニングぶりだぞ、お前ら勝利だ。よし、今日は儲かったようなもんや。風呂食ってくるわ。今日は儲かったようなもんや。まず1点入りゃプレッシャーも軽くなるやろ。なんや、簡単に点入るやんけ。マジでの間が開幕に間に合わせてくれなかったらと考えるとゾッとするわ。今までが下振れしすぎやったからな。ここから5連勝ぐらいするよ。中日と違ってネタにもならんネタ具合だったな。連続無得点、今日はこっちに月があるかもしれんぞ。今年3本目の内野安打なお。中日は14本。なんや、買い物してたら点入ってたのか。ご視聴ありがとうございました。